皆さんこんにちは、先月でございます。今日はね、カクテルの動画をやっていきたいと思っております。わー、で今日やるカクテルなんですが、今日やるのはピンクレディというねカクテルですね。まあ日本の方からするとピンクレディっていうと、あの UFO とかね、サウスポーとか歌ってる歌手の方を想像するかもしれませんが、カクテルにもねピンクレディという、カクテルがございます。で、あのピンクレディ自体はその歌手のピンクレディよりも歴史が古いで、あのちょっとね関わりもあるので、その辺もね後からお話ししていきたいなとは思っておりますが、とりあえず今日はピンクレディというカクテルをやっていきたいということでね、今からやっていきたいと思います。で、実際にピンクレディの方を作っていく前に、ちょっとピンクレディのお話をしていきたいなと思っておるんですが、まずそのピンクレディというカクテル、発祥はイギリスが発祥になりますね。で、このピンクレディというカクテル、さっきね、あのイギリスが発祥だというお話はしましたが、あの1912年にイギリスでピンクレディという演劇の方がね上映されておりまして、それの主演女優の方がヘーゼル・ドーンという、女優の方が、主演でやっていたわけですけれども、そのピンクレディの上演の打ち上げに、その女優さんのヘーゼル・ドーンさんに、捧げられたカクテルというので、ピンクレディというのが、まあピンクレディというカクテルが作られたということですね。で、先ほどピンクレディといえば日本でもね UFO とかサウスポーとか歌ってるような、歌手のまあ2人組いらっしゃいますよね。もうすごい超有名、日本の音楽業界でもレジェンドみたいになってる、ピンクレディという2人いらっしゃいますけど、これはね、曲を作った人がこのカクテルに感銘を受けて、その2人のことをピンクレディというふうに、名前を付けたと言われております。というわけでね、もうその日本の国民的、歌手の名前の元にもなったピンクレディというねカクテルの方を今から実際に作っていきたいと思いますが、まず作る前にね細かいレシピの方を説明していきたいと思います。で、ピンクレディの作り方なんですが、詳しいレシピとしてはまず、ジンですね。ジンが 40ml、 そして、グレナデンシロップが 20ml、 そしてレモンジュースですね。レモンジュースを 1TSP。 そして、こちら卵なんですが、使うのは今回卵白だけですね。卵白を1個分使って、作り方はシェイクです。で、グラスは、ショートのカクテルグラスで作っていくカクテルになります。というわけでね、今から実際に作っていきたいと思います。はい、それではね、実際に作っていきたいと思います。まず作る前にですね、卵の方をね、黄身と白身に分けていきたいと思います。よいしょ。よいしょ。はい、こんな感じですね。で、黄身はちょっと取っといてね、後で卵かけご飯にでもして食べちゃいます。で、白身を取ったら、まずシェーカーに氷ですね。で、シェーカーに氷を詰めるコツとしては、シェーカーのお尻の部分、まあ底の部分ですね、にちょっと気持ちちっちゃめの氷を入れると。で、上に行くほどちょっと氷を大きめに入れていく。そうすると、シェーカーが、の中でね、うまく氷が回ってくれるので、そういう風にするのが、まあ、うまくやる一つのコツなのかなとは思いますね。で、このように、氷を詰めたら、ここに、お水を入れます。で、慣れない人はバースプーンを使って混ぜてください。僕はまあそのままシェイクしちゃいますが、でこれなぜするかというと、氷についてる霜を落とすと、で角を丸くしてあげると、
氷は角から溶けますし、霜がついてるとそれが水に変わってしまうので、まず水と角をある程度きれいにならしてあげるっていうことですね。そうするとね、結果この方が水っぽくならなくカクテルを作ることができるので、ここは結構重要です。で、ここで水を切っていくんですけど、ここのね、水切りのガシャガシャが激しいと氷が結局砕けて水になってしまうんで、そこら辺は優しくやってあげてください。で、ジンを 40ml ですね。そしてグルナダインシロップを 20ml。 よいしょ。はい、ちょうどですね。よいしょ。で、レモンジュースを 1TSP。 この TSP1TSP っていうのはティースプーン1杯分っていう量のことですね。で、ここに卵白を1個分ダッと入れます。したらこれでシェイクで、こういう卵白を入れたりとかするエッグカクテルみたいなものはもう激しくハードに振ってあげてください。ホイップする感じですね。振りが甘いとすごく生臭くなったりするので、本当にハードにちゃんと空気を含ませてあげるっていうことが大事になってくると思います。で、カクテルグラスに注いでいきます。はい、それではできました。今から飲んでみたいと思います。はい、それではできました。今から飲んでみたいと思います。いただきます。すごいね、綺麗な色してますね、ピンク色の。じゃあ実際に飲みます。あー、香りはね、あんまり卵白感はないですね。ちょっと飲んでみますね。ああ、まろやか、美味しい。もうね、卵白が入ることですごく口当たりがいい、優しいですね。で、甘みもまあまああるんですけど、お酒感っていうのはあんまり感じない。すごく弱い人にとってはこれでもちょっと強く感じるのかもしれないんですけど、そんなにね、お酒を飲んでるっていう感じはないですね。デザートみたいな、口当たりの柔らかいムースみたいなカクテルを飲んでるような感じがしますね。で、このピンクレディなんですけど、飲み始めた時、まあ、シェイクして注いですぐっていうのは、わりかしこう、卵白感もなく、本当に冷たくて甘い、口当たりのいいカクテルなんですが、時間が経てば経つほど、やっぱり卵白の生臭みっていうのがどんどん出てきてしまうので、飲むときはキュッキュッキュッと飲んだ方がいいカクテルだとは思います。で、このピンクレディ、もうお酒感もなくすごく飲みやすいし、逆に卵白の匂いが出る前にギュッと飲まなきゃいけないカクテルではあるんですが、度数はね、まあレシピにもよるとは思うんですが、18度から20度強度数はあるので、結構ねやられやすいカクテルなので、レディーキラーカクテルに分類してもいいんじゃないかなっていうようなカクテルではあると思います。ですので、すごく甘いし飲みやすいし、割と締めの一杯に選びたい味ではあるんですけど、最後にこれキューってやるとコクコクっと腰が立たなくなってしまう、可能性もあるもんですから、割とねちゃんとしてる早い段階で飲んだ方がいいカクテルかもしれません。で、これに合うおつまみの方も考えたんですけど、
まあ、ある程度度数が強くて甘くて、で、キュッキュ飲まなきゃいけないっていうことを考慮すると、もうこれはね、おつまみとかは、合わせることはなく、これに集中してキュッキュッキュッと、まあ、飲んでいただくっていうのが一番いいと思います。で、ね、まあ、こういうカクテル、まあ、さっきのピンクレディみたいなショートカクテルなんかは、まあ、三口で飲むのが美徳みたいなところもありますんで、まあ、おつまみは関係なく、もうカクテルと向き合っていただけたらなと思います。というわけでね、今回は1912年、イギリスで作られた、演劇、ピンクレディというものをベースに作られたカクテルですね。ピンクレディというカクテル、日本でももう国民的、歌手の名前にもなったカクテル、ピンクレディの紹介の動画でございました。また次回次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。よければチャンネル登録や高評価していただけるととても嬉しいです。動画撮影の励みになりますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。先月レシピチャンネルでした。次回もご期待。